ドラゴンボール全42巻で伏線なし。だからええんよな。ストーリーと絵の上手さだけで勝負しとる。ドヤ感がないよな。取り去って唐突に新キャラと新設定、バトルシーンの良さが6割の漫画やな。ほんま鳥山天才やで。敵が味方になるってのが面白いわ。幼少期悟空編で悟空がサイヤ人だというにおわせ一切なし。尻尾生えてるのも獣人がたくさんいる世界だとそんな不思議でもないというね。プーアールはどういう存在なんですかね。悟空が宇宙船乗ってきたのは伏線じゃないの。そんな伏線ないが、後付けやぞ。新主人公ご飯にしてご飯絡みの新キャラ B 出るだけで笑う。学園日常パートが好調なら他に2人ほどレギュラーになりそうなやつおったのにな。シャプナーアンチかよ。下手に敵組織を対処隊にせんよな。多くても5人。義乳特戦隊レッドリボン軍のネームド、レッドブラックブルーシルバー紫くらい。戦闘シーンも良いけど、ナメック星のドラゴボ争奪戦も楽しい。原点回帰って感じでええよな。姫にスーパーサイヤ人だからもうお腹いっぱい。唐突にセル、制作者側が伏線って過剰にアピールするの本当うざく感じる。それはそれで面白いんやけどな。そういうのなくて面白いドラゴンボールはすごい。別に伏線を張ること自体は良いのよ。それをいちいちアピールするなという話で。全伏線回収開始。セルのスパイカメラ作中に全く出てこない。唐突に義乳特戦隊、セリフ回しが良すぎる。マシリとの影響はどのくらいあるんかな。マシリとはピッコロ編まで、そこからセル編までは近藤さん。まさかレッドリボン軍再び登場とか誰も予想できなかったよな。いつ読んでもついていける作品がええわ。ドラゴンはそこがええな。特に何も考える必要ないからスラスラ見れるし面白いんだよな。心臓人間編の未来からセルが来てみたいなとこはちょっとガキの頃よくわからんかったけど、言うほど重要なとこでもないし。ワンピースみたいな後付け後付けにされるよりかはマシやろ。後付けとだらけなのを全く隠す気がない。最後に結局サタンが世界を救ったってのは鳥山の中にある価値観というかテーマとしては一貫してると思うで。唐突に神様は宇宙人。頭空っぽの方が夢詰め込めるからな。父を嫁にもらったじゃない。お前本当に人間かみたいなこと言ってなかったっけ。亀仙流を極めれば人間くらい余裕で超えられるって最初に亀仙人が言ってた。でも人造人間がフリーザより強いのはやっぱ今でもバランスおかしいと思うわ。豚があいつ宇宙人じゃないかみたいなこと言ってなかったか。つまり行き当たりばったりということでは。それでおもろいから天才なんやけど。キャラの魅力と画力とノリだけで押し切るの好き。ラブコメ要素もさっぱりしとるしな。自分を殺した一味に彼女寝取られるとかなかなかないで。サタンとかいうわけわからんキャラが最後に英雄になったのかっこよすぎる。サタンが外国で不人気と聞いて驚いたわ。日本に生まれてよかった。魔法じくった見方をすれば悟空たちの成果をかすめ取った卑怯者ってことなんやろか。日本でも別に人気ないやろ。こいつがいなかったら世界救われてないのにな。マジか、サタン地球人で一番好きだわ。悟空、おめえには鼻がねえじゃねえか。クリリン、せいやった。亀仙人、ここでわしが唾を飛ばして。クリリン、ここで僕が鼻くそを飛ばして。草、急に父現る。結婚。いや、匿名希望だったろ。ドラゴンボールで生き返る前提で戦うのくさ。うっかり背表紙にヤジロベエを2回登場させてしまったんを。ワンピースならヤジロベエは双子だったとかあるやろな。オリジナルの乗り物に乗ってる扉絵量産しとるのやばいよな。センスや需要は水物だから、ライブ感で描く漫画は新鮮なことが多くて面白い。しっかり設定や話作り込んである漫画も面白いんだけどね。悟空が実はサイヤ人とかいう宇宙人だったのは許されて、ニカニカが許されないのは同じ後付けなのによくわからん。その設定が出てくる速さやろ。ニカが発覚したの100巻とかやぞ。割とこれあるやろ。夢落ちでも短編なら許される。ニカは格好良くないよね。結局面白いかつまらないかじゃね。
悟空のサイヤ人設定はむしろ面白い要素になったけど、ルフィのニカニカ設定は現状つまらないから。別にワイはニカニカええと思うけど、さすがに100巻超えてから急に出てきた設定と比べるのはおかしおやろ。ワンピはストーリー漫画だからやろ。ドラボボみたいにかっこいいキャラと戦闘だけ求められる漫画なら構図けだろうがどうでもいい。その比較やと宇宙人設定よりもスーパーサイヤ人の方やろな。切れていきなり金髪になったら逆転できましたってのはタイミング悪かったら炎上案件だったかも。ピッコロにやられたクリリンを生き返らせたところで終わってれば最高傑作だったのにな。おるおるこういうやつ。伏線回収ではなく無意識に適当にばらまいたネタ拾うのはうまいよな。Y序盤の玉集めしてる頃が一番好きなんやけど。伏線すげえとはならんのよ。たまにマジでこれを伏線とかいうやついてギョッとするわ。ギャルのパンティかぶった変質者となんで普通に会話しとんのや。しかも豚やぞ。チンチン丸だし、パンツかぶった豚、ヒンチチ、もうわけわかんねえな。悟空がじいちゃん踏みつぶしたの理解して反省するまでが数コマで終わるテンポもドラゴンボールのいいところ。絵がうますぎるわ、圧倒的に。ナメック星でポルンガの願いを一つ残す形でストーリー的に全然必要じゃないピッコロ。神様、を生き返らせたのは伏線と言えるかも。黒塗りめんどくさいから金髪にしたろ。髪の毛描くのめんどいからこいつもあいつもハゲにしたろ。キャラの名前が超適当なのになぜか変な感じにならないのがすごい。ブルマの息子がトランクスってバカすぎるけど変ではない。お父さんはブリーフ博士だし、娘はブラだしで適当だろうけど一貫性はあるのが面白いよな。ナッパとかどう考えてもおかしいのにいかにもナッパって感じするから不思議だわ。ドラゴンボールって回想シーンがマジで皆無だよな。せいぜいフリーザがバーダックを思い出す1コマくらい。瞬間移動なんて他の漫画扱えないだろうな。センズとドラゴンボールがチートすぎて敵がかわいそうになる。伏線かどうかわからんけど、このシーンでご飯とブルマだけが真っ先に心許してるの好き。ご飯はまあ人間性を直感で分かったんやろうけど、ブルマは血縁よりも自社製品の技術の発展先を見て信じたんやろな。ここら辺は明らかに普通の人間ではないってことに匂わせてるやろ。いや、悟空が普通の人間じゃないのは1話から明らかやろ。ただドラゴンボールの世界は犬が普通に喋ってたりするかなり緩いギャグ漫画的な世界観なので、そこにサイヤ人っていうきっちりした説明がなされるとは普通思わんし、鳥山も最初から考えてはいなかったんちゃうかってことで。悲しい過去なんてないのに敵に魅力がある。人前では鳥山って言ってるが、心の中では鳥山先生って呼んでるわ。